今日はお料理の基本の切り方のレッスンをしましょう。今回は輪切り、半月切り、いちょう切りのご紹介です。まずは輪切りです。輪切りとは、人参や大根のように切り口の丸い野菜を端から円形に切っていく切り方のことです。包丁をまっすぐ下に下ろすのがポイントになります。お料理によって厚みは加減していきましょう。続いて半月切りです。先ほど切った輪切りを半分に切ったものが半月切りになります。最後にいちょう切りです。半月切りをさらに半分に切ったものがいちょう切りです。いちょうの葉に似ているのでいちょう切りと言われています。このように一つの切り方から3種類の切り方ができるんですね。こちらが輪切り、半月切り、いちょう切りです。皆さんもぜひ作ってみてください。さようなら。